ダニエル・ウィリアム・デスカルソは、アメリカ合衆国カリフォルニア州産マテオ軍、レッドウッドシティ出身のプロ野球選手。右ト左だ。現在は、フリーエージェント。愛称はスカルズ。メディアによっては、デスコールソと表記されることもある。セントルイス・カージナルス時代2007年の MLB ドラフト3巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。 2010年9月18日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。2011年は主に内野のユーティリティープレイヤーとして148試合に出場した。2012年も役割は変わらず、二類種で66試合、遊撃種で20試合、三類種で8試合スタメンで出場した。2014年5月12日、2014年1月29日に、 カージナルスと129万ドルの1年契約に合意した。5月12日のシカゴカブス戦では、自身初めてマウンドにも上り、打者一人を打ち取っている。オフにノンテンダー FA となった。コロラドロッキーズ時代2014年12月16日に、コロラドロッキーズと2年総額360万ドル契約を結んだ。2015年は、 内野のユーティリティとして起用され、101試合に出場した。2016年も99試合に出場しており、オフの11月3日に FA となった。2017年2月7日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年150万ドルで契約を結んだ。開幕前の3月に第4回ワールドベースボール、クラシックのイタリア代表に選出された。 2018年オフの10月29日に FA となった。2018年12月18日にカブスと2年総額400万ドルの契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年5月13日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、AAA 級セントポールセインツに配属されたが24試合に 出場しだ率093、日本塁打、4打点に終わり、6月22日に自ら契約を打ち切り、FA となった。ありがとうございます。